最初のポイント張りっていうか、ちょっと緊張してる可能性があります。そうですね、ちょっと様子を見ているような感じもですね、はい、ありました。飲まれないといいですね、この決勝っていう雰囲気に、はい、まず打っていくことですね。イメージ通りにボール浮いたと思ったんですけど、意外と短かったんですね。ちょっと止まりましたね、ボールが。宇田に初めての、はい、これが宇田の持ち味なんですね。ボールをさばくようなプレーをしたいというふうに話しています。打ち合い、この打ち合い生まれないといいですねというお話だったんですが、3ポイント追いつきました。はい、はい、先ほど宮崎さんがおっしゃった通り、1点を取ったことによってちょっとだけこう利用できてるんじゃないかなというふうに思います。また打ち合い、振っていきましたが、ダメですね。張本のチキータ、ポイントにつながりました。5対、攻めていますね。攻めていった宇田ですが、アウトになりました。話がですね、本人からよく出てくるんですね、はい、プレーを見ていてもそうですし、そうですね、はい、今までしながら大事な場面ではそのボールを大事にして入れていって、その中でチャンスを見つけて攻めるボールだったりとか、調整がうまくなったなっていう印象を受けました。抑えながら、こういう言葉が今大会張本から出てきました。まだ高校1年生ですよ。16歳です。はい、進み方ですね、まあ、張本はこのままのペースで来るでしょうね。打っていったのはやはり宇田。この宇田選手の攻めがこう張本選手も釣られて、はいはい、誘われてそのままこうおびき出されるようについていってしまうと、ちょっと危ないかなと思いますね、はい、早いサーブ、クロスから張本のフォアへのシュートドライブが得意なんですよ、はい、それを待ってたんですね。でストレートに来たからちょっと遅れてしまった。張本、おっと抜いたんです、ボール。まあ戸上といい、宇田といい、張本にノータッチを食らわせるっていいですね。確かにそうですね、はい、台の外、8対8、今の大きくて、ダンと出したからロングサーブに見えたんでしょうね。ただツーバウンドサーブだった。宇田選手、こう出るか出ないかのボールに対しての判断力がすごくいいなと思ったんですけれども、それを上回るサービスでしたね。そうね。おっと、レッドイン取った。おお、両者、ここでまず、はい、よく取った、ネットがついた。またこれもよく取った。ここも落ち着いてしっかりと、はい、9対9、長いボールは、いやー、これ勝負に行ったんですよ。悪くないサーブでしたね、はい、今度はネット際、10対10、追いつき、そうすることにちょっとレシーブが遅れてしまいました。ここからサービス1本交代、ついていく宇田、ブルハリモト、良かったと私も思いました。ハリモト、ゲームポイント、再び11対10、回り込む、回り込んで第一ゲーム、強い打球だ、11対11から攻めの姿勢を見せた宇田が第一ゲーム取りました。思ってますからね、フォアに揺さぶられると後ろに下がっちゃうでしょうね。第2ゲーム、宇田のサービスから長いサービスできました。ブロックはネット、ついていく、宇田ついていく、ポイント、宇田、回転もしっかりとありますね。そうなんですね、はい、このボールです。少し差し込まれました、ありがとう、っていった、宇田がね、まあ戸上の左番みたいな感じですね。確かにそうですね、はい、張本のバックハンドチキータを狙っていくわけですからね。
ミス、ちょっとこうコートのサイドに行ってしまったので、ミスとしては悪くないミスですね。全日本でも活躍をしてきた、まあ、手の内を知っている同士の対戦だというご紹介がありましたね。はい、もうね、練習もよく一緒にやったし、よく手の内は知ってますよ。だから、あの、調子。ネットに良くないんですよね。そうですか。はい。逆を突かれた。前後の揺さぶり張り。ね。回り込んで。狙っていました。だから台からちょっと出たボールに対してこれクロスにドライブしたら絶対このカウンター狙ってるんですね。あそこはストレートに行かないといけないんですけどね。出るか出ないかのボール、下回転でも上回転でもどの回転でも打線とても得意ですね。そうですね。連続ポイント張本。次はチキータ。下げられた、ついていったか、アウト。ナイスボール。いいコースですね。張本の攻めでした。ちょっとレシーブとか甘かったんですけど、なんとかラリーでね、長いラリーだね。そうですか。はい、打球点が速い張本。これ入るかな、惜しい。はい、ものすごく意識して、どちらかといったらコースっていうイメージではなかったんですけれども、はい、今この打球点とプラスまたコースという部分もしっかり。チキータで一発でレシーブですよ、ほとんど。お互いの3球目や4球目のためにこう手の内をお互いバラすので、シングルスになった時どんなサーブを出したのか、回転とかも全部教えなきゃいけないので、ダブルスになった時にちょっとやりにくいですね。はい、しましたね。これフォアハンドで乗り出して、そんなに高くないですよ。ラボこの第2ゲームも宇田がゲームポイントを迎え、持ち上げる。第1ゲーム、第2ゲーム、決勝初進出の宇田が連続で取りました。これでゲームカウント2対0。福原さん、ゲーム張本のサービスから。こうじゃないと、このままで危ないですね。はい。フォア。ここも、はい。戸上戦のようなことが起きるんじゃないかなと思います。はい。強い打球、張本連続ポイント。ところが思い切ってきた勝負ですよね。普通はこれ持ち上げるループドライブになるんですけど、そうですね、ちょっと吹っ切れた感じもしますね。はいはい、回り込んでよく張本返しました。勝った時にどれだけ普段の自分のプレーが出せるか、これをテーマに挙げている張本。早いテンポの打ち合い、張本。フックに深く攻める宇田選手をいかに大きく動かすかということを考えていると思います。あ、やはりそのボールできました。はい、同じ打球ですね。そうです、もう2回やった打球ですね。これちょっとこう横下打ってるんですよ。だからネットミスするんです、あれ。長いボール、得点。その前にフォアからバックへのボールが多かったので、このボール宇田選手きちんと待っていたと思います。今度はそのボールを張本持ってきました。何回も通じませんよね。ドライブではなくこのボール弾きましたね。弾きましたね。打ち方変えたんですね。はい、ミート打ちをしてきましたね。当たるなんていうかね、時間が短く なるので、回転を力というか打球で切るのかどうか、それを学んだと言います。はい、回り込んで、いや、ネット前を落とした。出ましたね。ずっとバックハンド上回転で
こう調整していたので今のボール下回転がいきなり来たのでちょっとびっくりしてしまったのかなと感じました。ついていけませんでした。宇田立ち切った、どうです、もうフォアで打とうと決めたのがもう遅かったですね。はい、打っていった、え、押し上げる、どう、第3ゲーム敗北を取りました。はい、お返しですねあの出たやつをちょっと横回転のドライブ。宇田勝てば初優勝。宇田のサービスから第4ゲームです。強い、いやー思い切ってますね。今度は前後に張本が強弱を打っていったのは宇田、この攻めの姿勢抜けていきました。枚数あるんでしょうか。そうですね、ちょっとギアを上げてきたイメージがありますね、はい、ただ宇田選手この3本中2マスがあったのにフォア側に行ってしまいましたね。持ち上げる、早いだけのラリアと慣れてしまうんですけれども、はい、こういう緩急をつけることによって嫌な間が行きますね。ね、ここのフォア前をダブルストップじゃなくてこうやってフリックするっていうことはもう思い切ろうっていう。続けます、今度は回り込んでチキータ、ね、そうですね、もう特に振っていきます、チャンスボール左右がすごくこう表現された一球だったと思うんですが、そうね、するね。張本選手の良さかと打った後にフォアで最後に決める、はい、すごくいいパターンだと思います。張本のブロック返していく、はい、フォアの押し、サイドを切るようないいボールがあるのでそのボールが嫌なためにこうフォア側に寄って回り込んで攻めようとしてますね。宇田選手持ち上げる、今度は張本のフォアです。この後8対8、打っていく、思い切りましたね、狙っていた、しかし返す張本、いやお互い素晴らしかったねこれ、張本選手フォアからのストレートがほとんどないのでもう回ゲームポイント第4ゲーム、どうレシーブで点を取りました。張本振っていた、あっとネットにかかってアウト、追いついた、長井さんサービスを思います。再び宇田ゲームポイント、テイク、どれ宇田取りました、やっぱりこのボールが、そうね、出ましたね、はい、だったんですがこれでコースまでちょっと意識できてないと、まあ、単純にちょっと打球の遅い、うん、サービスのミスがありました。厳しいまずいパターンになってきましたね、はい、まあ、そこでレシーブミスした、もうここ今畳みかけようとしてますね。おっとネットインです、ポイント張本、ちょっと精神状態に影響しますね、はい、ブロックの持ち上げる、2つ両方、まあ、できればもちろんいいんですけれども、できないと思うのでどちらかしっかりと一つを
守り抜くっていうことをした方がいいと思います。ストレート！ストレート！という点で打たれるとさすがの張本もね、なかなか安定して取れませんよ。常にこう差し込まれている感じ、はいはい。張本選手押されてますね、はい、素晴らしいプレーですね。ハメキが起こっています、はい、たたいや今のパターンでパターンでしたね。ここでストレートに来ました。はい、宇田選手思い切って狙ってきたんですがちょっと入らなかったですね、はいはい、ただこんな重ねているようなイメージなのでちょっともうちょっとここも攻めるのは宇田。あーっとポイント追いつきました。張本ようなボールを打ちたいですね、はい、張本選手回り込んだ。福原さんが一つ張本に対してこのコース取りですね。そうですね、はい、何本かそういう攻めが見られます。張本連行くしかありませんからね。中井サーブブロックで返す。張本打ってすごいですね。宇田選手がラケットを持って待ってるところに打ってしまった感じですよね。そうです、ここで待ってましたね。もうちょっと知り尽くした両者による決勝打っていく宇田。この思い切りがほとんど入ってきてますね。防戦攻め、ナイサーブ、ここも打っていく宇田。やっとナイサーブできた。アウト。張本ずつ交代。ポイントをつかまれてからポイントを返した張本。狙っていた。ストレート、待ってたね。今回1、2番で早いチキータですよ。それを待ってました。リモトゲームポイントです。持ち上げる、次の時ブロックで返す。張本、宇田は攻める、ブロックの張本、張本攻めました。チャンピオンシップポイントをつかまれてから張本。放送席のお二方からも思う、サーブが多いですね。そうね、回り込んでストレートをつかみながらですね、追いつかれてしまった、そして逆転を許してしまった。宇田の心境を思い測っていただくといかがでしょう。いやもう残ってると思います。この10回入ってすぐに試合は流れていくので、こう気持ちを切り替えることが大事です。ストレートかかってきましたね。まあ女子の決勝が終わってね、早田ひなさんが卓球が楽しかったって、やっぱり苦しいと思ったらダメ。ストレート高いですね。吹っ切るようなボールを打つとか技術出すとかそういったものを出して、ちょっと心の中に残っていて、こう目の前の一本に入り込めてない感じがしますね。張本選手方向に回り出した感じがします、はい、まあ、逆転して逆に張本は楽しくなってるって感じだよね。そうですね、はい、何か余裕を感じる張本の選手の方が、で選手っていうのはなかなか取らないんですよ、強気ですから、はい、それでちょっとまあまあ冷静さの方が持ってますからね。コーチに主導権を持たせた方が本当はいいんですよね。おお、すごいすごいプレーでしたね。高速卓球ですよね。宇田選手
待っていたんです、はい、最後のプレーです。お伝えしている卓球中継はこの後午後4時59分からは E テレ3第6ゲーム張本智和が取りました。これでゲームカウント3対3、男子シングルス決勝はなので2人とも教え子といえば教え子なんですけど、まあ、2人とも本当にいいプレーをしてくれてるので、も張本選手今までとはまた違った戦い方でプレーをしているので、このこれで勝てた時の張本選手どういう風になっていくのか世界に期待したいと思います。張本第7ゲーム連続ポイント、3連続ポイントになりました。が解放されたというか、もう楽しめたというか、あ、ここで宇田がタイムアウトです。タイムアウトがちょっとかなというふうに思います。タイムアウト明けの宇田のサービス、いや、もう知ってるね。フォアがアウト。張本選手っていうよりもこうこのコートの雰囲気とかこの試合の流れを読んでなったんじゃないかなというふうに思います。クロスに続ける張本、ブロックで返す、ついていく、いや素晴らしい。選手いなかったんですよ。いや、ね、張本の前陣ブロックを前に出ていきながら打ちますからね。打ち抜いた、待っていました。宇田回り込んでストレート、リターンのボールですね、はい、これも待っていた。張本のコーナーを強打で打ち、卓球のレベルですか。そうです、もうこうするしかないと言いますか、そこまでしないと張本選手言いますか。でも流れ持ってきましたよこれ。から宇田のサービス2本、またフォアで行きました宇田。張本もなかなかこれストレートにいけませんね。からさストレートにやっぱいけないんですか張本は。ちょっと行きにくいですね。ここも宇田のフォアでした。その中でこういった動きができるっていうポテンシャルがすごいです。今度は張本のフォア、何か残念な気がしてしまう男子シングルスの決勝。張本連続ポイント、2ポイントリードに変わりました。またフォアだ、またフォアだ宇田。なんですからね、張本も分かってるはずなんですけど、はい、先ほど1回ストレートにものすごく速い3球、はい、読めないんだと思います、はい、バックハンドでいった、またフォアだ。得意のフォアで ないです。思い切ってレシーブとか次のことを考えすぎてるのかなっていうふうに思います。取りましたね。そうですね、はい、バーッと張本にミスが出る、待つしかないですね。男子シングルス当たる、18歳の宇田幸矢、張本智和を破って初めての日本一。